小学校3年生の時に視覚に障害を持った子どもたちが通う学校に転校。視覚支援学校への転入の際、この子は本当に障害を持っているんだと改めて実感している母親に、父親は、俺たちの人生ではなくこの子の人生だからとそっと言葉をかけた。見えにくさに配慮をしてくれる環境のおかげで低下していた学力を取り戻し、のびのびと過ごすことができた。支援学校に転校してからは、慣れるまでにちょっと時間はかかったんですけど、見えにくいことに配慮された中で運動や勉強をすることができて、のびのびと過ごせました。落ちていた学力も取り戻すことができました。あのまま転校するタイミングがもっと遅かったら、もしかしたら二次障害を持つことになったのかもしれません。なので早めに私に合った環境を選んでくれて転校させてくれた親に今でもとても感謝しています。小学校高学年の時、当時お世話になった先生たちに憧れ、特別支援学校の教員になる夢を抱いたの。これは君がいたからこそ抱くことができた夢。しばらく仲良くなれなかった君と少しずつ対話をするようになっていったよね。中学生の頃、当時の気持ちを語った映像が残されている。12番十勝地区代表、北海道帯広盲学校3年、杉本梢さん。題は今の私です。障害者と呼ぶのはおかしいと思わない？じゃあどう呼んだらいいの？小学部6年生のある夜に偶然つけたテレビでした。障害を持たない子どもたちが障害者という呼び方について話し合っていたのです。こうやって考えてくれるのはいいことだと思うけど、障害者の気持ちも考えていってほしい。漠然とそんな考えしか浮かばなかった私ですが、その頃からどこかで自分の障害と向き合うようになっていたような気がします。私が障害者を実感したのは盲学校の小学部4年生の頃です。2年生までは本別中央小学校へ通っていて、友達から目が悪いの？どうしてそんなに本を近づけて読むの？と聞かれることはたくさんありましたが、少しも気になりませんでした。盲学校に転校して1年がたち、学校にもやっと慣れて多くのことを考える余裕ができたとき、障害ということを深く考えるようになりました。近所の子と一緒に遊んでいても置いていかれているように感じたり、遠く空に飛ぶ飛行機を自分の目で見てみたいと思うようになったのです。障害を実感したのです。そして実感したと同時に障害者だということが嫌になりました。どうして私は目が悪いんだろう。生まれつきだからしょうがないんだ。それからずっとこう自分に言い聞かせてきました。でも中学部になってそんな風に考える自分が嫌になり、どうせ一生障害と付き合っていくんだから自分と楽しく付き合っていこう、自分にマイナスなことはプラスにすればいい、困難なことは
少しずつでいいからスムーズにできるようになればいいと思うようになったのです。自分と楽しく付き合う方法は、まず自分の好きなことを見つけることです。最近ではパソコン、剣道、フロアバレーボールと好きなこと、夢中になれることを増やしています。もう一つは自分を長い目で見つめることです。今まで歩行訓練を通して一人で行動できる範囲を広げてきました。行動範囲が広がれば自信につながるからです。杉本さん、あなたは障害についてどう思いますか？こう問いかけられても答えはよくわかりません。それでも一つだけ分かったことがあります。今の私には障害者と障害者ではない自分がいること、そしてその周りには家族、友達、先生というたくさんの励ましがあるということです。私は今まで自分の障害を隠したくなる時がありました。しかし相手に対して自分はどんな障害でどんなことができないか、こんなことを手伝ってほしいと話さなければ自分も困るし相手も困ります。進路への悩み、受験への不安、卒業の寂しさなどでここにいる私の心は揺れていますが、これからもそして高校へ行っても自分を隠さず人と接し、いろいろなことにチャレンジして新しい自分と楽しく付き合っていきたいと思います。今の私を大切にしながら、ご清聴ありがとうございました。たくさんの人に君のことを聞いてもらって、みんなに話しても良いことが分かったんだ。君は私の一部分なのかもしれないと思うようになったの。当時は自分の視覚障害と向き合っている真っ最中でした。今は向き合うっていうより障害と付き合っているといった感じですね。障害のことを周りに伝える大切さっていうのを当時から気がつくことができていたんだなって動画を見て思いました。大勢の人の前で自分の障害について伝えられたことっていうのは、自分を大きく成長させてくれたなと思っています。もっと多くの人に視覚障害について知ってほしいと思った彼女は、高校からは支援学校ではない地元の高校に入学する。入学してすぐ高校に行きたくないと思うこともあったと彼女は語る。見えにくさに配慮された支援学校とのギャップに最初はすごい戸惑いました。視覚障害について知っている人はほとんどいなかったので、見えにくいことで困った時に誰にサポートを求めたらいいのか分かりませんでした。日に日に辛さの方が増していって、学校に行きたくなくなりました。それでも諦めたくなくて、友達に自分の見え方について話すように心がけました。すると自分について知りたいっていう人が増えていきました。その時気がついたことがあります。物理的な配慮よりも周りの人がどれだけ理解されているかっていうことが大切なんだということです。大変なことはたくさんありましたが、友達や担任の先生、そして家族に支えられて高校3年間楽しく過ごすことができました。
退職後、仕事が続けられなかったことが受け止めきれず、布団から出られなくなった日もあった。それでも諦めたくなくてバイトを探すけど、君が理由で雇ってもらえない。